日本には北朝鮮の工作員がやすやすと入り込んでいました。
このすごい文化、これが平和を維持する上で最も力強い力、発揮する強い力を発揮します。
お隣の方々。
ことはありません。どうぞ日本の心、これからの日本のために尽くしていく政治家の集団、どうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴くださいましてありがとうございました。若い人たち頑張ってくださいね。ただいまの機会は日本の心を大切にする党代表、元拉致問題担当大臣、中山京子参議院議員からの訴えでございました。皆様ありがとうございました。文部科学大臣など数々の要職を歴任しておりました中山成明前衆議院議員が、皆様にお願いをさせていただきまして、ただいまは代表の中山京子参議院議員がご提供いただきました皆様お一人お一人に握手をさせていただいております。させていただいております。